ステージ6いきましょう。Don't lose、 負けないで、いや負けるな、負けるな危険、混ぜるな危険っていうあれがあるよね。いやこれ無理だな早くも負けたな。いける、あー惜しいな、そこ抜けれたらワンチャンあったな。さあまずはマリオにとっての栄養機能食品ビタミン B2 が豊富に含まれているキノコをしっかりと回収して、これは上に行けっていうサインですね。上に行けっていう神の啓示、神の啓示。おお素晴らしい、いい反応見せたね。でもどっちにしても厄介だな。右に降りてみる、オッケー、結構俺、お、来ましたね、機能食品、栄養機能食品ビタミン B2 配合、ビタミン B2 配合、マリオにとっての栄養機能食品、ただのキノコいや、どうなんだろうね実際ね。は、え、で行く、ここ無敵時間に寄せよ右飛び、嘘だろ、あれか、あっちなんじゃねえか、ちょっと行ってみようか、この距離感届くかな、はい届いた、こっち臭くね、なんかこっちっぽいな、あなんかこれっぽくないか、いやこれだな絶対やばい、栄養機能食品どころじゃなくなってんなもう尋常じゃねえことになってますね。もうビタミン B1、B2、B6 まで配信され、あ、もう配合されてるみたいな状況じゃん。勝ち、こんなん勝ちゲーだろ。とりあえずクッパ倒していくぞ。ほら！あー、クリボーまで来んのか。おつで。そうか、キスラモ。キスラモ。よっしゃ！うわー！あ、そっか、お前はそうなんのか。こいつ厄介だ。じゃあ雑食プレイ。暇な時間に雑食プレイ。これは、うう。じゃあ、スピンジャンプの練習。あ、やばいやばい、危ない。あと一回踏めば、勝ち。オッケー、でっていう。でっていうの正式名称を送、あーでっていうが、でっていうの正式名称を送ってくれた人いたんだよな。なんだったかな。ステージ7、参りましょう。ティーオシザウルスムンチャクッパスだ。ティーオシザウルス、ムンチャクッパス、投げ。ティーヨシザウルスムンチャクッパスとかめっちゃ長えな。やだな。こっちでいいんじゃないか？あ、なんかこっちで良さそうですね。あー、乗ってきたかったな、できれば。まあでもどっちでも一緒か。あー、ショートカットできたっぽいね。あの土管入ってね。まあでもこっちでもいいでしょう。またティーヨシザウルスムンチャクッパスに会いたいな。中間か。お、まずはビタミン B2 配合のファイヤーおじさん。出た後ろ向き。あー、やばい。倒していきます。はい。ほらー、オッケー。8000点ももらえるからね。あー、まだビタミン B2 配合のファイアーマリオの方で行こう。うわ、厄介な感じだな。またパックンだらけなんだろうな。いや、とりあえず入れるとこ入って、死にまーす。ティーヨシザウルス、ティーヨシザウルスはなんかティーウイルスみたいだな。あー、なんか当たったっぽいな。多分これは倒さないとダメなやつですね。じゃあ冷静に踏んでいきましょう。マリオ3ってモテたっけ？ OK、鍵ゲット。ビタミン B2 配合。そしてドアに入ってゴール。ステージ、行きましょう。テトリスやらせんの？俺テトリス結構好きだったな。あ、ほんとだ、テトリスの形のやつですね。これははめ込ませるのかな？あー、そういうことか、降ってくんのか。あ、次テトリスあれが来ますよっていうあの表示じゃね。あー、なるほどね。どんどんこう、積み重な、あ、そっか、積み重なるとかそういう仕様はねえのか、思えば。これ上に上がっていく仕様な、え？すげえ、これ上に行かなきゃいけないんだ。結構むずいんじゃねえかこれ。どれから行く？とりあえずこっちかな。これ、結構きついんじゃないこれ。ふわっこーす、よーしゃいいいね、テトリスゲーだね。これめっちゃ楽しい。あ、今度は氷だから難しいのか。右か左か。左から行きます。これ挟まれても死ぬからな。はい。そう、氷だからね、厄介なんですよね。氷マジ厄介だな。このテトリスゲーの難しいところは、はしゃぐと死ぬってとこだよね。
ここ行ったら挟まれて死ぬんだよね。途中しかも氷でよっ、あーミスっちゃダメだったんじゃない。うわむずっ。いけるいける、自分を信じよう。自分を信じる力が大事なんだよ。自分の才能を信じる力、まるで赤城のようにね、自分の才能を信じる心。オッケー、いいぞマリオ、お前の才能を俺も信じている。ビビって戻っちまったじゃねえか。ティール言うから。お疲れ様です。すげえ。うわ今度はもうマグマになっちゃった。これやべえな。しかも氷も一緒に来るらしい。これ乗ってこれ乗って、でっかいままよりあっちの方が良かったな。ちっちゃい方が良かったね多分ね。あーダメか。まあ死にはしなかったけど、これさあのライン引いて微調整するの、形微調整するの相当大変だったと思うよ。これすげえな。これ労力めっちゃかかってんな。やべえな。これ乗って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 、オッケー。途中2つブロックをスルーしていく立ち回り、これぞ中年のイケメンプリ。さあ参りましょう。これはおーゴールか。なんでパワーを置いた、どういうこっちゃ。オッケー、ステージ9参りましょう。スピードラン、うわここでスピーランやらせてくるスタイル。あここはやんなくていいんだ。死ぬ、大丈夫、だいぶずれてんな。これはいいんだ、こっちでいいんだ。で持って右だ、はいはいはい、降りて、はいはいはい、やばい、だいぶ動きに問題があるけど、オッケーオッケーオッケー、とりあえずいけてるからオッケー。やばいやばい、あこれ待ち時間ですね。おおびっくりした、ちげえ、待ち時間じゃなかった。できればこのまま、できればこのままクリアしたいところではあるけれど、あなんかゴールサクサクね。ラッキー、スピランでワン1回でクリアできたのはおっきい。まだあんまり死ぬ要素なかったからな。ステージ10参りましょう。ザ・ファイナルファイト、もうザ・ファイナルファイト的なこういうステージ名のやつをいくつクリアしてきたことか。もうファイナルファイトは大量にクリアしてきたよ。最終戦はやっぱりクッパなのかな、クッパゲーなのか、バウザーゲーなのか。スーパーマリオ VS バウザー、バウザー死にます。チンタラっていうさモブキャラがいたんだよな、風雷の試練っていうゲームに。あれめっちゃ可愛かったな。すんげえマスコット系のあれなのよ、見た目がさ、クソ可愛いんだ。無条件で可愛いなって思うくらいの可愛さなんだよ本当に。ん？入れないよ。あ入れます、やった。あ今でも待ってたらあれできたな。あこれは踏んでクラウン使った方が多分確実かな。うわおら、あー食らっちまったか、反応が悪かった。こっちに逃げたい、オッケー、これで勝ちへ。お疲れー、ファイヤーで、ファイヤーで痛かったけどね、ビタミン B2 配合ファイヤーおじさんの状態で痛かったけれども、なんかあるかなー。うわー、いやビタミン B1 配合の普通のキノコだった、残念。あー楽ちんだなー、まるで温泉に入ってるようだ。やばいやばい、ついにただのチビになってしまった、ただのちっちゃいおっちゃんになっちまった。やばいぞこれは、まずい。一回食らっただけで最初からはマジめんどくさいからね。あなんか嫌な予感がすんな、早いとこ。ビタミン B1 ありがとう、このビタミン B1 に全力で感謝する。ビタミン B1 に感謝するゲームなんてなかなか珍しいけど、またコクッパか、お前好きだな。ほらはい、
先手必勝のここ。オッケー。先手必勝だな。これ乗って上に行くと、何かが、はい、ありました。土管がありまして、出た先が、いや、まだ続く。起きた、ビタミン B 配合。やった。これは強い。え、おう、飲んで、はい、あ、そっか、あれはただ壊されただけか。そういうことか。よいしょ。いや、近いから、危ない危ない。近い、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 近い。落ち着いて。しっかり、コクッパをしっかり冷静に対処しつつ、このでっかいのを倒して、うわー !OK! まず一体撃破。ギリギリ当たる。よーし、最終戦だ。あ、ダメだった、まずい、まずい。はいはいはい。へいへい、えーい、ザーマー、やっとぜ。